お疲れ様です。パーソナリティのあずさっす。今日も動画を見てくれてありがとうございます。さて、今回のテーマは？日本が世界的に特殊であることを示すネットフリックスのデータが話題に。についてお送りするっす。ネットフリックスといえば、皆さんよくご存知のアメリカ合衆国に本社を置く世界的な定額制動画配信サービス及びオンライン DVD レンタル運営会社ですよね。このネットフリックス、毎月世界の視聴数ランキングを発表するんですが、そこで日本が話題になったことがありました。話題の的となったのはブリジャートン家というネットフリックスのオリジナル作品。昨年2020年の12月25日から配信がスタートしてからというもの、28日以内で8200万世帯が視聴。2019年12月に7600万世帯を記録したウィッチャーがそれまでの首位の座を守ってきたんですが、ブリジャートン家がこの記録を破り、ネットフリックス史上最大の視聴者数になったみたいっす。ネットフリックスは常に新作映画、ドラマの話題作を配信し続けていますが、中でもブリジャートン家の面白さは格別と、とても高い評価を得ています。また、視聴ランキングにおいては、日本を除く全ての国でトップ10入りを果たし、アメリカ、イギリス、ブラジル、フランス、インド、南アフリカを含む83カ国で第1位を獲得しました。シリーズの成功は小説にも波及し、出版から18年後にニューヨークタイムズのベストセラーリストにランクインしたほどです。しかし、これはあくまで日本を除く全ての国でのこと。実は日本だけはブリジャートン家がトップ10に入っていなかったんです。日本を除く全ての国でトップ10に入ったとのニュースに、なぜ日本だけ？と世界で唯一このドラマに全く興味を示していない日本に対して注目が集まっていたっす。早速海外からのコメントを見てみましょう。海外の反応。ブリジャートン家が最も視聴されたオリジナル作品に、そして日本を除く全ての国でトップ10入り。この作品の何がそんなに特別なのだろうか。いや、正しい質問はこうだ。なぜ日本だけがブリジャートン家を好まないのか。特別なのはブリジャートン家なのか、それとも日本なのか。日本は間違いなく何かが世界とはずれている。がぜん日本という国に興味が湧いてきたんだが。日本にはアニメがあるからブリジャートン家を見てる暇はない。日本での人気が他の世界ほどじゃないのは、あの国にはもっと刺激的なアニメがあるからだと思う。いろんな意見があるようですが、海外からは日本でこの作品の人気が出なかったことに対して不思議だという感想が多いみたいっすね。それではこの現象についてもう少し掘り下げてみましょう。ブリジャートン家のあらすじ。本作は1813年のロンドンを舞台にしたロマンスドラマ。原作はジュリア・クイーンによるベストセラーロマンス小説ブリジャートン。ロンドンの高級住宅街にあるグロブナースクエアで開催される舞踏会で、主人公のダフネ・ブリジャートンが社交界デビューを果たすところからストーリーは幕を開ける。シャーロット女王から非の打ち所がないと評されたダフネは、結婚の申し込みが次々と舞い込むことを期待するが、過保護な兄のアンソニーが求婚者全員をふさわしくない相手だと切り捨ててしまう。そしてそんなダフネの恋愛模様を上流社会のゴシップ誌レディー・ホイッスル・ダウンが面白おかしく書き立て、彼女の噂は瞬く間に広まっていく。
一方、同じロンドン市内に住むヘスティング公爵サイモン・バセットは、本人が乗り気ではない結婚を強いられていた。そんな時、とあるパーティーでダフネと出会う。お互いの悩みを語り合っている中で、サイモンは二人が付き合っているふりをすることを提案。双方の悩みを解決すると同時に、ダフネは結婚相手としての市場価値を上げ、サイモンは求める自由を手にできるという考案だったはずだったのだが、この偽りの交際に加え、予期せぬ妊娠や隠された家族の秘密、オペラ歌手との不倫騒動などなど、ドラマティックな恋愛模様が次々と描かれていくという、なかなか興味深いあらすじみたいっすね。どんどん引き込まれていきそうです。ブリジャートン家の見どころ。主演を務めるのはイギリス出身の若手女優のフィービー・ディネバー。過去にはハリー・ポッターで論役を務めたルパート・グリントとコメディドラマのスナッチで共演しています。子役出身でイギリス国内外でキャリアを築いてきましたが、本シリーズが初の主演作。相手役のサイモン・バセットを演じるレジ・ジーン・ペイジはコリン・ファースなどの名優を輩出している国立青年劇団出身の期待の注目株です。ブリジャートン家でブレイクし、次期ジェームズ・ボンドの候補にも名が上がっているという噂も。そしてゴシップガール風のナレーションのレディ・ホイッスルダウンの声を担当しているのは名女優のジュリー・アンドリュース。ウィットに富んだ数々の言葉が複雑な展開をより一層ドラマティックに盛り上げています。公開とともに話題になったのがゴシップガールを彷彿とさせるナレーション。1800年代におけるロンドンのハイソサイティの秘密を赤裸々に暴くゴシップ誌レディ・ホイッスルダウンに世間が翻弄される模様は、まさに時代劇版ゴシップガールのよう。同じく男女の泥沼劇を描いたグレイズ・アナトミー恋の解剖学を手掛けた敏腕プロデューサーションダ・ライムズによる初のネットフリックス作品ということでも話題になったっす。19世紀初頭を象徴するきらびやかなコスチュームや見事に再現されたグロブナースクエアといった衣装やインテリアにも注目です。ふむふむ、見どころ満載ですね。これはますます作品への興味が湧いてきます。しかしどうして日本では人気が出なかったんでしょうね。逆にこの時日本では何がランクインしていたんでしょうか。2020年12月から2021年2月までのネットフリックス視聴数ランキング。2020年12月、世界で最も視聴されたテレビシリーズトップ10。第1位、クイーンズ・ギャンビット。第2位、ザ・クラウン。第3位、タイニー・プリティ・シングス。第4位、バージン・リバー。第5位、あなたの残した混沌。第6位、ブリジャートン家。第7位、スター・トレック・ディスカバリー。第8位、スイート・ホーム・俺と世界の絶望。第9位、スタート・アップ・夢の扉。第10位、セレナ・テハーノの女王。12月25日配信スタートにもかかわらず、ブリジャートン家は6位にランクインしました。2020年12月日本で最も視聴されたテレビシリーズトップ10。第1位、呪術廻戦。第2位、鬼滅の刃。第3位、今和の国のアリス。第4位、スタートアップ夢の扉。第5位、愛の不時着。
第6位、進撃の巨人。第7位、ハイキュー。第8位、スイートホーム、俺と世界の絶望。第9位、アラシズダイアリー、ボヤージュ。第10位、神たちに拾われた男。なんと、10作品中5作品がアニメ。韓国ドラマは3作品。また、活動休止で話題となった嵐のドキュメンタリーがランクインしました。ちなみに、2021年1月のデータはこんな感じです。世界ランキングではブリジャートン家は堂々の1位にランクイン。しかし、やはり日本ではアニメが5作品、韓国ドラマが4作品ランクインしているっす。2月のデータも見てみましょう。世界ランキングではブリジャートン家は勢いが落ちてきたものの第2位にランクイン。日本はというと、アニメが7作品、韓国ドラマが3作品ランクインしています。データからの大解剖。この3ヶ月間のデータを見て特徴的だったのは、日本ではアニメ作品が多くランクインしていることでした。どの月も5作品から7作品のアニメがランクインしているっす。それに比べて、世界で視聴されたテレビシリーズのうち、アニメ作品は1月の第8位にランクインした魔法が解けてのみ。それ以外は全てドラマでした。また海外作品としては韓国ドラマのみがランクインしていて、それ以外の国の作品はランクインしていないっす。逆に日本のドラマはというと、12月から1月にかけてランクインした今和の国のアリス1作品だけでした。日本でのネットフリックス利用者は、テレビシリーズではアニメと韓国ドラマを見ている割合が高いようです。日本人にとってブリジャートン家だけが特別に興味が湧かない作品というわけではなく、興味のあるカテゴリーに入っていなかったため、この作品にあまり注目していなかっただけなのかもしれないっすね。また別のデータで1日ごとの国別ランキング第1位の作品を見てみると、アメリカ、イギリス、フランス、スペイン、オーストラリア、ロシア、香港、シンガポール、インドでルシファーであるのに対し、日本、ドイツ、韓国、台湾、タイ、ベトナムではそれぞれ違う作品となっています。ちなみにこれも日本だけがアニメでした。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、さすがはアニメ大国というか、文化の違いが分かりやすく現れているデータだったっすね。海外にも根強いファンが多くいる日本アニメですが、もっと多くの国の人を魅了して、海外のランキングでも日本アニメが食い込むくらいになってほしいと思います。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございましたっす。